州とは大変、天候に恵まれたわけでございますが、水分不足ということで、やや乾燥気味ということで、農家生産者の方々は大変、苦労をして栽培いたしました。作業をした結果、中身が充実した思いのこもったスイカがに仕上がることができました。それでは JA 秋田ふるさとスイカ販売額11億円の目標達成に向けまして、テープカットを取り行います。1、2、3。